新しい 99W と 50W のバッテリーモデルの利点は、スタンバイ時の消費電力が非常に低いことです。わずか200マイクロアンペア程度しかありません。通常の条件で完全に充電された場合、約3ヶ月間保管できます。バッテリーの寿命を伸ばすために、バッテリーを2から3個節ごとに充電と放電のプロセスを行うことが推奨されています。 タイムリーな充電を行わずに長期間未使用の場合、バッテリーコアの電解質が完全に枯渇し、非活性になる可能性があります。さらに、このバッテリーには画面があり、USB-C ポートが2つ、通常の USB ポートが1つ、上部には DC ポートが2つあります。これらの上部のポートは全て一度に電力を供給できます。 使い方を説明しましょう。このバッテリーがスリープモードに入った場合、サイドボタンを軽くタップし、両側にガジェットを接続するだけで準備が整います。さらに、こちらがポイントです。バッテリーが60から70秒間アイドル状態で放置されると、スヌーズボタンが押され、これらの上部のポートはいずれも電力供給されません。再び充電を開始する前に、 サイドボタンを押して起こす必要があります。ただし、60から70秒の間に何かを差し込む場合、起こす必要はありません。すぐに電源がオンになります。充電中に画面が少し遅れて追いつかない場合も心配しないでください。それは省電力の一部です。さらに、裏側には照明用の LED ライトがついており、 3秒間押し続けることで点灯します。1分後には自動的に消灯しますが、再度3秒間押し続けることで消灯できます。このバッテリーには底部に4分の1インチのネジがあり、三脚キットやネジ穴のある任意の機器と使用できるようになっています。